はい、矢田です。今日も一日どんどんリミッター外してワクワクだらけでいきましょう。ちょっと久しぶりですね、動画ね。今日はですね、いつもこの動画見ていただいて結構意見とかもいただいたりするんですね。で、最近ちょっと意見いただいたのがいくつかあったので、それについてちょっと喋ってみたいと思います。まず一個は、足立さんの動画を見ると本当僕何でもできるんじゃねえかな僕って気になってくるんですよっていうのがあって、まあこれは嬉しいあれなんですけれども、それでいいんですよ。何だってできますからね。やべえ、今西条いるけど YMCA が思い浮かんじゃった。若いうちはやりたいこと、まあ若いうちだけじゃなくて、やりたいと思ったことは何でもできるから、そのストッパーかけないでやっていこう。俺のこの動画でね、なんかできる気がしてきたなと思ってもらえるんだったら、それは喜ばしいことですので、今後もやっていきましょうね。そして最近一個あったのが、最近足立さんはドリームキラーですっていうメールが来て、はっと思ったんですけどね、ドリームキラーに負けるなっていつも話をしてるんですけど、いや最近ね、ここのとこね、年収1億円よりも300万の方が実は幸せなんだぜとか、お金持ちより貧乏な人の方が死ぬ時幸せなんだぜみたいな話ちょっとあったね、ここのとこね、5、6本前かな、分かんないけど7、8本前かな。いやそれで見て、そんななんか別にドリームキラーじゃないですか、1億円1000匹メインでいいんだよとかさ、いやいや貧乏でいいんだってみたいな、なんかどっかから圧力をかけられて言わされてるんですかみたいなメールだったんですけど、まあ、その人もよく見ていてくださって本当にありがたいんですけれども、ここはね、俺はね、多様性って話を言いたいんですよ。多様性って話は言いたいんですよね。いやそりゃあさ、そりゃあお金持ちと貧乏、いやでも貧乏な人の方が死ぬ時手放すものが少ないから幸せだよって話だったと思うんですけども、ザクッて言うとね、いやでもそれはお金持ちはお金持ちでもちろんそれは幸せさ、お金いっぱい持ってれば美味しいものも食えるしね、わかんないけども、でもそれだけじゃねえよって話をしたくてね。でね、要はね、多様性っていう問題なんですよ。どっちもありなんですよ。このメールを送ってくださった方がそう言ってるってわけじゃないと思うんだけど、よく多くの人がさ、 A なんですか B なんですかどっちなんですか、 A なんですか B なんですかどっちなんですかみたいな言うけど、両方なんだよ。お金持ちが幸せ、それも真実。お金がなくても幸せ、それも真実。両方真実、どっちか一つじゃなくていいというのをちょっと言いたいなと思います。よくね、あなた大丈夫ですか、多くの人もあれですけれども、なんかどっちかにしなきゃいけないみたいな、どっちが正解なの、いや両方だからね。ことわざなんかもそうじゃん、そんな例え出すのもあれだけどさ、立つ鳥跡を濁さず、あとは野となれ山となれ、逆のこと言ってんじゃん。立つ鳥跡を濁さず、まあ去る者は去った後そこをきれいになるようにね、潔く消えていきましょうみたいな話でしょ。あとは野となれ山となれ、いや俺がいなくなった後なんかどうなろうと関係ねえよみたいな、やる程度だけやってひっちらかしていなくなってやるぜみたいなことじゃないですか。まあだから、まあ反対のことでも全然どっちも真実で、この話もたまにするけども、俺ら山に登ってるんですよ。山の頂上には真実があるわけですよ、真理があるわけですよ。それの登るルートはいくつもあるわけさ。だって登り方は一通りじゃないじゃん、山はどっから登れんじゃん。だからこの最終的に行き着くのは真理なんだけど、それにはアプローチ方法はいくつもあって、考え方もいくつもあるってことさ。お金持ちが幸せ、それも真実。お金がなくったって幸せ、それも真実。両方真実みたいなことかな。なのでね、まあちょっとこう最近いただいたメールから話始まりましたけれども、頭固くすんな、一個と決めるな、選択肢はいくらでもある、多様性を容認しようね。人の意見にカリカリさ反対してさ、おめえなんかダメだ、だからお前みたいなやつはダメなんだみたいなこと言うから戦争とか喧嘩が始まるわけじゃん。いやそういうのもあるよね、お互い考え方は違うかもしれないけど、そういうのもあるよねって分かり合うの大切じゃんみたいなことをちょっと考えました。よし、頑張っていこう。多様性を容認しよう。いろんな人を認めていこう。ね、頑張っていきたいと思います。足立でした。